おお、クライブ。クライブ、待っておったぞ。ラザフォードから知らせがあった。世話になったな。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わしの思った以上に世界は切迫した時局にあるようだ。おじさんが危惧することは現実のものになりそうです。未曾有の大混乱、明日にでも民のタガが外れてしまうかもしれん。民誰しもが理性を失った獣になるのだ。かつてのアナベラのように。それだけは何としてでも避けねば。はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の暴走、物流の停滞による食料不足、そしてそれによる民の動揺だ。多くの民は為政者を失い、混乱の中でさまよっている。民が立ち上がり自治を行っている町もあるようだが、それは全体から見ればごくわずか。国や軍に頼れぬ今、わしらが動くほかあるまい。誰かが道を作ってやらんとな。おじさん、問題の一つ、兵士の暴走については治安の維持に大きく影響する。真っ先に手を打つ必要があるだろう。そのため知人であるハベルに協力を仰いだ。確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。あれの他に適任は思いつかん。だが奴は条件を出してきよった。条件ですか？ああ、滞在人シドとの面会をな。わしに手を貸すということは遠からずお前にもつながっていく。故に一度直接会ってシドがどんな人物かを見極めたいそうだ。クライブ、どうか協力してもらえないか？ええ、構いません。他ならぬおじさんの頼みです。断る理由はありませんよ。それにこの混乱を収めたいのは俺も同じですから。礼を言うぞ、クライブ。早速ハベル卿と話してみましょう。彼は今どこに？迎えにやったラザフォードと共にランデラ関所の前にいるはずだ。わかりました。それでは行ってきます。クライブ、頼んだぞ。いい品が揃ってるよ。いい買い物だな。ありがとうよ。いい買い物だな。お目が高い。いい買い物だな。お目が高い。ありがとうよ。お目が高い。いい買い物だな。ありがとうよ。いい買い物だな。ありがとうよ。毎度あり。
おい、なんかでかいのが浮いてるぞ。何なのよ。いや、いや、もうそれだ。私、怖いわ。大丈夫だ。俺がそばに。力をくれるぞ。何の騒ぎだ。わしがダルメキア軍の参謀ハベルと知って刃を向けるか、この逆賊め。二人とも下がって。貴様は。ああ、クライブ様。俺が相手をする。ふん、一人増えたところで同じことだ。全員殺してしまえ。
片付いたか。ご無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかし、わしが軍の参謀としてなお襲ってくるとは、誰の気が落ちたものだ。バイロンが危惧していたのはこれか。貴様がシドだな。まずは礼を言う。おじから話を聞き馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるため、おじの力添えをしてはいただけませんか。その前に一つ答えてもらおう。滞在人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る。この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですが、こうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。わかった。手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずるものが仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする。私ですか。わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。聞けば貴様は己の組織を率いているというならば、その腕を活かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れたものに心当たりが。ほう、そのものを連れてくることはできるか。気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンのもとへ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それでは、クライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。わかった。道中気をつけてな。失礼いたします。民を導くには人に愛され浸水されるほどの力を持ったものが必要だ。それならロストウィングのカンタン、奴を置いて他にいないだろう。ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。
そこまでにしておくか。カンタン、一つ頼みがある。なんだクライブ、わざわざここに来たってことはろくな話じゃなさそうだが、まあお前には恩もある。話してみろ。民を導くとは、いくら各国が混乱してるとはいえ、また大きな頼み事だ。ハベル教徒やらが軍を安定させるまでの間、民を争いに巻き込まないようにする。安泰城の適任者はいないと思うが。お前に頼られるのは悪い気はしない。だが今の俺には家族がいる。これで十分なんだよ。すまんなクライブ、断らせてくれ。そうか、やってみなよカンタン。なんだ。話が聞こえちまったけど、民を導くって要は生きる場所を与えるってことだろ。それってカンタンがずっと俺たちにしてくれてたことじゃないか。ならその民ってのも同じ家族だ。カンタンが忙しい時には俺たちでブドウ畑の面倒を見る。ここの心配はしなくていいから。そうは言ってもな。家族が言うことを信じられないのかい。まったく、なんてやつだ。カンタン言ってたよな、村の一つや二つ立て直してやるって。ついでにさ、国でも大陸でもまとめて立て直してきなよ。あんたならそれができる。仕方ねえ、大切な家族にそこまで言われちゃやらないわけにいかないじゃないか。その言葉を聞けて安心したよ。それで俺は何をすればいい。ハベル卿から連れてくるよう言いつかっている。後で迎えをよこそう。ああ分かった、それまでのんびり支度でもしておくさ。頼むぞ簡単。戻っておじさんに報告しよう。